言えないわ。ねえ、国さんが。僕が？ええ。どんなつもりでいるか、それが一番大切だって。じゃあ、今さら僕の気持ちを聞きたいっていうの？だから僕が言ったじゃありませんか。スミちゃんさえその気持ちなら、いつだって一緒にこんな生活から飛び出していこうって。でも。しかも、この団長と来たら、まるで僕なんか敵扱いなんだからな。でも、お父さんは悪い人じゃないのよ。お酒を飲んだり、変な風に辛く当たるようになったりしたのも、みんなお母さんが逃げ出しちゃってからなのよ。かわいそうなお父さん。それからなの。私たちのことなんかもちっとも構ってくれなくなったの。でも、そんなこと言ってたんじゃ、いつまで経っても僕たちはどうにもならないじゃありませんか。僕はことによると辞めるかもしれない。どうして？明日になればわかるけど。なんでなの？大丈夫だよ。え？働きやしたね。お、あんた職場のお嬢さんだね。うん、なるほどそうだ。ぐらいになったの？ええ、ふったりだね。じゃあ明日の晩もまた来るっていいわ。ところがこっちも旅ガラスでね。あら、そうなの？ねえお嬢さん、お送りしなくてもいいかね。ええ、結構よ。じゃあ、さよなら。さよなら。大丈夫ですか？女給さん募集してるんですか？ご用なら奥行って話してちょうだいな。帰り。どうだい腹具合は？どうだ腹の具合は？うん、だいぶ良くなった。うん、そいつはよかった。二人はまだかい？うん。今そこで面白いことがあったんだぞ。世間にもやっぱり仁さんみてえな男がいるもんだな。腹っぱでずうずうしく女をからかってるから、ロクさんと二人で張り飛ばしてやったんだよ。あ、そうそう。俺はその野郎の玉戸ちぃってやったよ。ほら、こいつさ。おや、じいさんの浴衣と同じ柄じゃねえか。あ、そうだ。こいつだな。あ、こいつだ、こいつだ。なんだ、やっぱりじいさんが。
せいさん、また酔っ払ってんね。ああ、これが浮世さ。こっちだよ。こっちだよ。さあ、俺たちも一風呂浴びて寝るでしょうか。ああ、明日もまたいいお天気だ。兄弟かな。うん、そうらしいな。